でも本当に私なんかでよかったのか。俺にはお前が必要だし、お前も俺を必要としてくれる。だったら迷うことなんかないじゃないか。太一。おお、いいな。太一。寄せて、店の中なんだから。おい、稲葉と、こういう稲葉を見て、永瀬は稲葉ならぬデレバンという言葉を発明した。